んじゃないの、自分のあのイベントだから。うん、それはうん、いいんじゃないかな。おじさんはあんまり気にしないかな、そういうの。何者かになりたいのか。学校を卒業するときに、東京とね、大阪でこう手を挙げてくれたプロダクションさんがね、20人くらいあったけど、ここに行かずにいて逆に良かったと思ったのが、やっぱりそのフワッチにあって、フワッチさんでイベント行ってないのに優勝させてもらったおかげで、ポスター、渋谷のポスターに出てもらったり。あ、出たの？それさえも俺知らないからね。そんな小さい街からやっぱね、生きてるよ。CM で出させてもらったし、うん、で、今回ね、おトラックを。じゃあ、もう、徹底的にやった方がいいんだよ。もう関係ねえよって。ただ、俺はそことは触ってないから、人間だから。例えば、青野がやってることに対しては否定的ではないし、頑張ってって言うだけ。俺は別に、もう、なるほどね。やっぱみんな頑張ってんだなっていうのはあるから。やり方かな、どんなやり方かどうかわかんないけど、まあ俺はああいうのはやらねえけどな。棒切れ持って歩くのは俺はもうちょっと勘弁してくれよ。棒切れが進化してスタミナイトを知らねえよ。もう勝手にやるよ。はい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 、はい、食べないと手に入れたから。それでやっぱみんなに愛おしい。ああそう。ああでも俺も同じだよ。誰かがそばにいてくれたら嬉しいよ。もうだけどまああまりにも、もうこんなこと言うとまた調子乗ってなって言われるけど、俺の名前がでかすぎるから、次に横にいるのがもうかわいそうになっちゃうんだよ。確かに、その差がある。食べてよ、ご飯食べてよ。それ、差がやっぱ今から追いつこうと思ったら無理やった。だって俺女作ろうと思って、じゃあ次ジャンマンの女誰なんだよってなった時に、うなちゃんマンの、あ、これ女行くんだ。ああ、どうせ売名だろうとか、なるだろ。一番の売名はせるよ。ああ。トップに売名だけだから、だから俺は、やれって、配信やれよってなるけど。だから。昨日のこの時点で、キャスのコメントで、売名になる。まあいいんだよ。そんならいいんだよ。俺はそんなことは思ってねえから。だからもうできないんだよ俺には。女子はみんなできない、できない、できない、うん、それよっぽど腹くくってなきゃできない。うん、できないや。もうそれは分かってんだよ俺。あ、でも、え、どうだよね、分からない。どうやろう。え、な、今2時間、ずっと。俺はだから、俺みたいな人間でもいいっていう人だったら OK なわけよ。基本的には。だけど、相手に迷惑かかるだろうなっていうのがやっぱあるから。申し訳ねえなって。ああ。俺はね、いつもそう思ってるから、もう、
もうよ5年ぐらいか。こっちはもう、いるよ。あの、ちょいちょい、あの、声はかかるけど、やめとこ、やめといた方がいいよ。え？聞いた。おめでとう。ありがとうございます。
ち意外と動いてない。まだ金一玉に頑張ったよ。やったなサワーとか言われてんのお前あそこで。ほら。だな言うて。一人だけやん言うて。リームかな、うん、あのじゃあリームだ。そんな黒げねえよ。ドク元気出せよとか言われてけど、ドクって誰？ドク誰？どういうこと？サワちゃん、フナちゃんをよろしくだって。いや。イルマスクラスか。いろいろいるんだよ、俺んとこに。猫ちゃんは本当にないけど、モテそうで。猫？もう、ないのよ。なんでだよ、おめのこといらないとか別に言ってねえけど。うるせえよ。うるさいからそういうカラオケの曲流れてねえし。それさ、おこうせやねんかよ。サワーを聞き抜いておかみにしよう。いや、それはちょっと勘弁してよ。うちの売り上げ結構あるから、あの、全部持ってかれるから、やべえから。持ってけじゃねえよ、ほんとに。いや、いい加減にしろ。やめてよ、ほんと。もう、ほんとや、勘弁してくださいよ。ああ、もう、ほんと。まあ、もう俺はよ、いい年こいてるから、あとは猫とかサワーはもうこれから先はあるから。ふなちゃんがもうないみたいな。もやで、そんな言うもんってな。そんなね、って言うたりしてるね。いや、俺はもうなんかのんびりゆっくりやってやる。いや、でもそうずっとゆっくりしたいな。いや、だってまだ30代はまだまだだな。うん、まだまだ、30代まだまだやね。まだまだだと思うよ、俺は。うん、得意な店ね、私、ママやろうか。どこの？あ、この上を？あ、なんか言ってたやつ。ふなちゃん、サワちゃんも、ね、また戦おうかな。俺と、あれよ、うん、俺と戦うの？戦わないから俺は。そうやね、こんなね、チンチクリも愛されないからね。そんなことは知ってる。で、女性は30、もう30後半やけど、2人で一緒の会計で、はい、ね、7150円。ありがとうちゃん。領収書うちないんで。
OK です。うちは出さない店なんで、ね、19やけど、ちょっとね、11月15、16日、はい、いいよ。ありがとう、ちょうどもらったよ。やっぱあれだな、配信者はこれを計上するわけってことか、両親がもらうと。そう、あ、うちはないかな。あ、OK、 すいません。いや、とんでもない。トイレ、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 順番に、順番にじゃあ、次に。いやー、また来る。やったー。いや、本当ね、本当ね、めっちゃドキドキしながら、そこでなんか喋ってるの聞こえへんかったかもしれないけど、入る前に2人で、この人は来るかなってめっちゃ言ってたよ。あ、俺のことになっちゃうんだよ。え、何人、私のことないでしょ。そう、何人。そっかね、わかんねえけどな。ほら、そういうこと言うでしょ。やっぱ俺空いてっからがっつり来ない限りこっちから行かないタイプだ。でも、何、誰でもいいの。違うよ、俺がいいっていう人以外は俺興味ねえから。もう誰でもいいんじゃないのか。ああ、そう、だからそう思ってるじゃん。その感じだからね。うん、じゃあそんなんじゃないの。レジェンド、レジェンド、そんなんじゃないの。まあ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 、そんなんね、ガチャガチャ揉めてもしょうがねえ。いや、揉めないよ、揉めないよ、揉めるとかね。どうぞ。どうぞ。あ、ですよ。また、また、また、もう一回で、じゃあ、終わったほうがいい。帰りの、もう、帰りの、3回目。うさまちゃん、だから、またもうちょっと痩せるだろうな。痩せるかな。おう、と思うよ。やめ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 。ああ、そう。俺なんかさ、もともと太くねえタイプだから。ああ、そう、変われへんね。変わんねえな。ああ、楽しい。ありがとうございます。で、やっぱ食ってんの。食わないと太んねえで。食べてるんです。ああ、食べてしまうんです。昨日も食べ過ぎました。俺は食わねえからな。ああ、バテリーあるの。でも、バテリーが増えねえ。食べ過ぎだよ。ついつい食べてしまう。まあでもな。そうなんです。食ったらしゃあねえな。ついつい食べてしまうから。俺あんま食べねえから、その太る人のあの感覚は分かんねえんだよ。逆に太らへんからね。うん、まあ俺も別に痩せてるって言われると、いや俺そんな痩せてねえんだよって言われる。うん、太れてるね。ずっとキープなの。ああ、それがすごいな。キープ、その長年自分の体型キープできるの。そうだね。なんか取ったり吸ったり、あのリバウンドとの戦いになって、リバウンドとの戦いになって、それは誰かさんと一緒だったな。誰かさんでした。20キロぐらいはだいぶ苦労してたみたいな。上がったり下がったり。下がったりするのでも、なんか知ってるけど、
そう、下げるの美味しいね。正解だ。酒の飲み酒は確かに、うん、と思うよ。これはもうまあストレスなのかな。飲まなきゃやってらんねえよみたいになっちゃうとこもある。なんか心配かな。なんかタバコ吸ってた時はやっぱりもう食べたし、そんな感じかなと。なんか俺はね、飲んでも変わんないんだよ俺はね。だからなんでちゃんはそう動きがないのっていう。ああ、変わんないの。ああ、俺も全然平気だよ。羨ましいわ。あ、そう。俺だから心が折れることがないからだ。だって心が折れるから食いすぎたりとか。俺はここは大丈夫だから。分かったよ。やった、言った、分かったよ、言ったよ。配信にも載ってるんだよ。分かった、みんな分かった。聞いて、マイクここでしょ。食べる食べる、めっちゃ野菜たっぷりでね、女子からね、めっちゃ美味しいんだけどね。さっさと帰って寝ろ。寝るって言うけどね、感じがないけど。ありがとう、ありがとう。やった、いつもありがとう。ありがとう。うん。ありがとうございます。はいよ。はいよ。忘れ物だけすんなよ。あ、忘れたら取りに行くやいいから。はいよ。ありがとうな。ありがとそんな考えていいから。
お店で飲んでくれたらそれでいいだけ。かわいい。こいつらって本当によ、みっともねえやな。だから基本的にこんなことばっかなんだよ、アンチって。ケンチンビンビンなんだろ、バカが。頑張ってね。いや聞いてるも何もねえんだよ、お客さん来てるんだから。で会計終わってんだから聞いてもいねえんだから、おめえら聞いちゃってんだよ、チンコビンビンボーイがよ。なあ、うん、もう 100% チンコビンビンボーイだよ。何、女の子が来るとダメなんだ、ビンビンボーイは。ああ、頑張れよ、本当にクソが。本当だよ、チンコビンビンボーイだからね、こいつら。ってことで、そろそろ放送終わります。さよなら。